明治城は、美濃国明治、現在の岐阜県へなし明治町にあった、戦国時代の日本の城、別名白鷹城、岐阜県指定史跡。なお、美濃国には、蟹郡明治層にも明治城が存在していたので、近道への注意が必要である。明治城は、日本三大山城に数えられる、岩村城から南西8キロメートルに位置する東山18城の、一つ。 標高530メートルの山に築かれた点検の地形を巧みに利用した平山城で、土もり取出として、古い数大小23カ所あり、今でもその様子が原型のまま残っているのが、日本でも数少ないとされ、県の指定文化財となっている。重要な砦出には石垣を積み上げ、中に陣屋として実践に備えた館小棟があった。名,名地は、北は、岩村。 えな、東は、品濃国稲郡飯田、西は、時郡、南は、三河国加茂安家、ぬかたの郡をかざきに街道が通じる、交通の要衝の地である。遠山市その遠山慶朝の父親である、源頼朝の重臣の加藤慶連が明治を含む、炎山僧の地頭に任ぜられ、それ以降、明治遠山汁以来の土地であった。戦国時代の後期には、岩村、 阿蘇、明智、串原、苗木、安木と並んで、円山七刀と呼ばれていた。そのうち、岩村東山市と、苗木東山市そしてこの、明智東山市を、円山三刀と言い,い、美濃国の農地方に脅しを張っていた。しかし、やがて、美濃国の農地方は争奪戦の地となり、武田信玄の家臣、秋山虎重、織田信長の嫡男の織田信忠、 豊臣秀吉の武将の森長吉が制圧している。秀吉の死後に長吉の弟の森忠政が川中島に違法となり、代わって田丸直茂が入ったが、関ヶ原の戦いで直茂は大阪上場版となり、西軍に取り込まれたため、東山都景が嫡男の演山家武へと共に奪還した。なお、明智光秀の生誕の城とも言われているが、 足利尊氏の御家人のト氏の末裔とされ、遠山氏の遠籍である、可能性は、明治時代の子孫の記録や、領主の重臣である三宅氏の存在などから考慮は、されるものの、生誕期そのものである可能性は低い。秋山信友は、西に兵を進め、上村で名地、苗木、飯、狭間、串原、安家ケの諸将の演算連合軍と、 東三河の徳川の遠平合わせて五千と戦い、これを攻略した。この上村合戦において、明治上主、東山景行は5.6機の兵と共に落ち延びたが、自陣した。また、傾向の老いで娘婿にあたる尾里密次も、戦死している。新しく明治上当主になった、遠山一行が、幼少のため、馬場山田村の飯高さん、万正寺に出家していた。 経験の弟が現属し品を演算理系と改め、一行を補佐し、明治東山氏を守った。ありがとうございます。